皆さん、こんにちは。今日は2022年11月15日火曜日です。今日のテーマ、中国政府の政策ですが、ゼロ感染者政策は実行はします。でも生産再開もします。そういうふうに言っていますが、そして国立交所のタピオカの専門店の話について話をしたいと思います。 ニューヨークタイムズ社は先週の金曜日の報道ですが、世界の投資家、投資機構はみんな中国のことですね。いつゼロ感染者っていう施策を廃止にするでしょうかといろいろ予測されていました。やはりみんな習近平の行動に注目しています。習近平が辞めると言ったら辞めますっていうふうに報道されました。中国共産党大会が終わって、 11月10日、初めて政治局委員会の会議が開催しました。新しい感染者施策は公開されて、そして内容を皆さんに話をしたいと思いますが、現在の状況を説明されて、コロナは変異しています。世界で感染者は増えています。国内も影響されて感染者が増えている状態です。 この報道の特徴としては、外国の状態をひどく言っていません。いつも外国が大変ですよとか、外国の政府が無責任ですよと批判しましたけれども、今回は静かです。軽く今の状況を紹介しました。そして中国の現状ですが、人口が多いです。弱い方が多いです。地域の発展、 経済の状況の差が激しいです。医療機関とか病院の施設の差も激しいです。そしてこの特徴としては、あの中国の政府はですね。 自慢するときは、例えば、大国の復帰とか、世界一ですよとか、我々人類の発展を指導するよとか、そういうふうに言っていましたが、しかし、現実となってくると、真面目に問題の解決となってくると、やはり発言する力は弱くなりますので、やはり医療不足とか、我々はまた発展途上国ですよ、というふうに本当のことを言います。 中央政府は今回新しいコロナ対策を発表しました。まとめるとですね、できるだけ都市の閉鎖をしないことです。感染者の多い団地に対して集中隔離、使用場に送るのはできるだけやめましょうねと。感染リスクは低、中、高という3段階あったんですが、これから低と高に修正します。低いリスクのビルでは、 自宅外出禁止だけにしましょう。集中隔離はやめますね、と。そして単位は団地ではなくて一つのビルにします。また全市民の PCR 検査はやめましょう、と。でも感染者が多いと全市民の PCR 検査はやはりやります。でも1日2回とか3回の PCR 検査をやるのはやめましょう、と。また 入国の国際便ですね、緩和します。安定の便数が大事です。そして、飛行機に搭乗される前ですね、これは主に外国の方ですが、48時間以内2回の PCR 検査を受けることでしたが、これからは1回にしましょうと。また、入国した外国人は、 決められたホテルで隔離するんですが、7日間の隔離と自宅3日間の行動制限のことを、これからは5日間の隔離と3日間の行動制限にします。つまり、やはり緩和されました。そして、病院のベッドの数を増やしましょうと、医療関係者を一時的に募集しましょう。いつ、まあ普通の人であっても、教育訓練を受けてもらって、まあそこで勤務できます。 重症のベッドと普通のベッドを分けましょうと。そしてワクチンの予防接種を推進します。薬などの準備をもします。高齢者、妊婦さん、人工透析などの患者さんの数を確実に把握しましょう。 例えば、会社の生産を止めたり、生存業の生産を止めたり、営業禁止にするなどはやってはいけませんよと。長期間のロックダウンとか、感染者少ないにもかかわらず、ロックダウンにすることを禁止にします。医療機関は患者さんを受け付けないとか、入院禁止などの行為はダメですよと。そして、市民の告発を受けますよ。受けて確実に政府として行動します。 無責任な担当者を厳しく処する。それから教育機構、学校をそういった閉鎖とか通学禁止とかオンライン授業だけにすることを禁止にする。まあ、ロックダウンですが、隔離されたビル、学校などの、に対してそういう生活用品、食料品もそうですが、完璧に提供しましょう。と特に大学生ならですね、 あの、大学の先生は行動できるんですが、大学生は外出禁止というのはダメですよと。そして感染者の多い地域から人の移動を禁止にしたりとか、あるいは規制禁止などの政策をやはりダメですよというふうに指摘しました。以上は新しい20条、新しい政策だと言いますが、まとめるとコロナ対策はこれから緩和となりますが、 いいいいけ、生産、ああるはは経済ににショックを与えないよううしたいっていう政府の姿勢ではあります。つまり、これらの政策ですが、ゼロ感染者施策への廃止ですね、えー、という準備はしているというふうに思います。特に、ベッドの数を増やすとか、薬の準備を強化するとか言っていますので、でもですね、中身のこのゼロ感染者施策は続いていますので、 具体的な内容は修正していくんですね。少しずつ修正して、最後は廃止されるかもしれません。また中国のメディアは外国のことをひどく報道することはやはりやめました。オミクロン株というのは怖くないですよと報道するようになってきましたし、 しかし、これから中国の感染者は、あの、間違いなく増えると想像できますので、原因としては、やはり中国には信用できるワクチンもそうですし、薬もそうですし、ないんですよ。そして、昔から病院のペットの数はやはり足りませんので、 そして良い病院が少ないんですね。まあ、これからですが本当に対応できるでしょうかやはり一番大事なのは国民の、まあ、国立路ですね。今まではずっと洗脳してきましたし、急に変えるというのはやはりできませんので、これから長い期間かけて少しずつ修正するでしょうと思います。しかしですね、このような状況となったんですが、最近ですね、国立交渉の大軽視、 タピオカのお店のことをですね、話題となっていますので、こちらは11月10日午前10時前ですね、メガネかけている男性がですね、お店に入ってきました。入って、店員さんはですね、いらっしゃいませと言って、健康バーコード、バーコードのスキャンをお願いしますと言いました。メガネの男性はですね、これは現行犯だと。 お客さんが入った瞬間に、バーコードのスキャンが先に言わないといけませんよと、いらっしゃいませなんかはいりません。そういうふうに言ったんですね。まあ、店員さんは、私は言いましたよと言いましたが、メガネの男性はですね、我々は市場監査局だ。予報だ。はい で、すぐ、健康バーコードが先だよと言って、それからですね、警察官は一人、市場監査局は一人、合計三人、このお店ですね、入ってきました。このお店に対して営業停止、そして教育を受けてもらって、許可が、営業許可ができるまで出るまでですね、営業禁止だと扉に封をつけたんですよ。 この動画はですね、お店の監視カメラが全部最初から最後まで撮られて、オーナーさんはですね、政府に対していくら説明をしても聞いてくれませんので、自分の SNS に投稿して、それから拡散されて、今全国で話題となりました。まあ、このような話はですね、本当に多いんですよ。例えば、中国でお店、特に飲食店ですね、 営業するにはよくあることですが、衛生機関の立ち入り検査、消防署の立ち入り検査、お城管理の立ち入り検査、治安の立ち入り検査、市場監査局の立ち入り検査、税務署の立ち入り検査が非常に多いんですね。目的は、目的はですね、みんな一つなんですよ。このお店のオーナーですね、困らせようとします。あるいは営業できないようにして、 罰金を取ろうとするんですね。政府の特徴としては、年末となってくると、罰金の季節なんですね。政府の寄付の人間ですね。公務員ですが、中国ですが、給料はあの安く設定されているんですね。でも、ボーナスと賞金は不愛せなんですよ。例えば、中国のそういう交通警察といいますが、道路で厳しく罰金するんですね。 取った分はですね、自分の分安になるので、やはりみんな積極的に厳しくですね、罰金するんですよ。このような話はですね、通常でしたら、お店のオーナー様ですね、大体ですが、罰金を払って、そこで終わりなんですよ。でも、このお店はですね、やはり数年間、少なくてもこの2、3年間ですね、儲かっていません。赤字で運営していますので、罰金を支払う余裕がないんですね。 政府の指導で体内での飲食は禁止されていて、お持ち帰りが基本ですので、お金を支払って終わりですが、まだ営業できますし、もしそこで対抗すると,とですね、まあ、結果ですが自分は最後、やはり負けますし、そして罰金は払いますし、そして営業はもうできなくなってしまう可能性もありますし、 そして、対抗が激しくなってくると、逮捕されてしまう可能性もあるんですね。しかし、今回ですが、このオーナーさんは、自分はもう営業しないと覚悟できて、我々は最後まで戦うよと、やるよというふうに決めたんですね。なぜなら、赤字での運営が続いて、借金はもういっぱいらしいんですよ。これ以上の営業はもうやっても意味はないよというふうに判断しました。そこで、話題となって、 中国の市場監査局の説明としては、この3人の方はですね、死にませんと、公務員のふりをした人間であって、我々はそういった行動はしませんよと説明しました。しかしその後ですね、ネットでは、この3人の名前とか写真とか公開されて、やはり普通の公務員ですよ。政府はそこで慌てて追加説明をしました。 王さんですね、主犯ですが、間違った認識しました。そして彼はお店に謝罪しました。お店はもう理解してもらいましたと。これから彼を違う部署に移動しますね、と。そして金さんと蝶さんですが、政府として教育指導を行って、今はもう反省しており、このようなことを二度と起きないように約束をしてもらいましたと。 そしてこのお店は営業再開されましたし、各市民の注目で話題となって感謝するよ。政府として厳しい指摘を受けていました。えそういうふうにいたんですね。まあ、これで分かるのはですね、やはり最初の説明は嘘でした。中国の政府の説明は絶対に信用してはいけないというのはこれなんですよ。例えば、東座の 焼肉屋の事件の説明もむちゃくちゃでしたし、売買された鉄の地のお母さんも未だに行方不明ですね。しかしですが、今回の事件はやはり特別であって、中央政府の指導方針としては、ゼロコロナの対策をですね、緩和することですね。できるだけ営業とか生産に影響しないようにしましょうねっていうのが中央政府の方針です。 でも各地の政府は実行しないんですね。ただし、北京とか上海などなどの都会は実行しないといけないと思いますが、でもそういった少し中央政府から離れた地域ですね。みんな中央政府の言うことを聞かないのが今の現状ですね。みんなコロナの対策に対してやはり厳しく対応しています。厳しく対応すればするほど利益があるんですね。 厳しく対応して自分の権力を強化することができますし、例えば市民に対して外出禁止ですよと言えますし、そして市民に対してそういう行動の監視もできますし、市民は自分の言うことを聞きますので、やはり都合がいいんですね。中央政府はコロナの対策を優しくすると言いますが、まあ、緩和すると言いますが、 これからはゼロ感染者の施策は廃止されるかもしれませんが。でも一部地域の地方政府ですが、そこで新しい使用地を作っているのも現状ではあります。つまり地方政府は独自で行動するようになってきました。これは非常に危険ですね。つまり地方政府の言うことを聞かなくなってしまったんですよ。 当然ですが、今、地方政府は軍ですね。人民解放軍を把握してるんですが、でもこの状態が進むと、この状態というのはですね、中国の経済が悪化します。政府としての税収も減っていきますので、そこで地方政府と地方の軍側ですね、連携する可能性も出てくるんですよ。つまり、地方政府が 中央政府の命令に従わないと、中国ではですね、文化大革命が起きてしまう可能性が本当に高いんですよ。これはですね、以前、毛沢東の文化大革命の中身ですね。やはり毛沢東の自分の権力を集中するためであって、自分の権力を集めるためではあるんですね。そこで、文化大革命という運動を起こしたんですよ。なので、これからですが、習近平は、 同じく、文化大革命起きるではないかと。 中国の富裕層とか、あるいは中国の普通の人ですね。やはり思うようになってきました。みんな思うようになってきてですね。警戒するようになってきましたが、この状態はですね、いつまで続くでしょうかこれはですね、地方政府が地方政府のことを聞かないというのは本当にあの大変です。地方政府はどういうふうに行動するでしょうかまだ注目してですね、皆さんにあの報告したいと思います。 この動画はここまで,でしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。